こんにちは、ペトペンチャーです。今回はですね、マガンプ K とマガンプ D の違いについて紹介したいと思います。ちなみにこのマガンプ D、マガンプ K、 どちらも肥料成分とその量は一緒です。このように窒素6、リン酸40、カリ6、マグネシウム15の割合で肥料が作られています。こちらのマガンプ D も窒素6、リン酸40、カリ6、マグネシウム15、同じ割合ですね。でそれぞれ効力が、どのような効力があるかというと、窒素、これは主に葉と茎を育てる役割があります。と元素記号は N で、リン酸、こちらはですね、元素記号が P、 主に花と実を育てるのに役立ちます。はい、でこのリン酸、とても量が多いですよね。40っていう量が入ってるんですけど、他は6とか15なのに対して40ってすごく多くないですか。でなんでこんだけ多いかというとですね、このリン酸っていう成分が非常に吸収されにくいからなんですね。このリン酸というのが植物に吸収されるというよりかは土にほぼ吸収されてしまうので、植物に非常に行き渡りづらい肥料となっています。なのでこれだけ多い量が含まれています。で次、カリ、元素記号が K ですね。これは主に根を育てます。そして最後にマグネシウム、マグネシウムは葉緑素になっていて、光合成を促す要素になっています。またこのマグネシウムはこのリン酸を植物に持っていく効果があるので、一緒に入っていると非常によく働きます。で今言った元素記号が実はこのマガンプという言葉の中に入っていて、 MAG、 これがマグネシウムですね。 AM、 これがアンモニアで窒素になります。で最後の P、これがフォスペイトといってリン酸を表しています。でマガンプ K の K っていうのはカリのことになります。肥料成分が同じなんですが、何が違うのということで、ここからは違いを説明していきたいと思います。まず1つ目、このマガンプ D には殺虫効果があります。なので虫を寄せ付けない、退治する効果がこちらのマガンプ D にはあります。2つ目、マガンプ K の方は元肥として使うことができますが、マガンプ D の方は元肥と追肥としても使うことができます。3つ目、マガンプ K の使い方はですね、土に混ぜるという使い方になるんですが、マガンプ D の方は追肥なので、土に混ぜ込むという方法だけではなく、後から上にかけるということもできます。4つ目、こちらのマガンプ K の方は持続時間が1年間、こちらのマガンプ D の方は持続期間が1ヶ月となっています。この持続期間が違うというのはかなりメリットがありまして、例えば今室内でこんな風に育てている植物たち、これは1年を通してずっと成長しているので、ほとんど休眠する植物はありません。なのでこういったものにはマガンプ K を使っていただきたいなと思います。で反対に今バルコニーで育てている開墾植物などは冬の間休眠期に入ります。その休眠中もマガンプ K を使ってしまうと成長しようとし続けてしまうので、なぜかというとこちらのマガンプ K は植物が根っこを出すたびに根っこから発生する酸によって溶けて、それで効果が発揮されてしまうので、根が出るたびに成長を促してしまいます。反対にこちらのマガンプ D だと1ヶ月で効果が切れてくれるので、成長期また休眠期がある植物にその成長期のみ肥料を与えるということができるようになります。はい、4つ目、賞味期限がある。こちらのマガンプ K は製造年月日は書いてあるんですが、消費期限は書いてありません。というのも消費期限がないので、直射日光の当たらないところで保存しておけばずっと使うことができます。でマガンプ D の方は製造年月日と上に消費期限が書いてあります。ただこれは4年ぐらい持つので、そこまで心配しなくてもいいんじゃないかなというような期限設定にはなっています。はい、それで今回はですね、こちらのホヤレツーサが2鉢あるので、1鉢だけマガンプ D を使ってどのぐらい差が出るのかというのを実験してみたいと思います。実は去年このホヤレツーサには貝殻虫がたくさんついてしまって、少し大変な思いをしました。その時はオルトラン DX という薬剤を使ったんですが、今が春で成長期なので肥料を与えて殺虫効果も試してみたいと思います。片方は何もせずに去年と同じような育て方を1ヶ月程度検証してみたいと思います。それでは実際に使っていきたいと思います。このマガンプ D にはプラスチックのスプーンがついているので、この1杯が 5g になります。で1株に対して 5g このマガンプ D を入れていくので、
実際にやってみたいと思います。こういった肥料系は鉢の周りの方に本来与えるのが基本なんですが、今株のいる位置が外側だったりとかもするので、なるべく株から離れた場所に入れてあげたいと思います。はい、この1杯ですねを入れます。はい、これで OK です。これで水を与えて成長を見守りたいと思います。で、せっかくなので他の植物たちにもこのまま肥料を与えていこうかなと思います。最近室内でもコバエが飛ぶようになってしまったので、なるべくまんべんなくドラセナにもあげたいと思います。こっちの周りですね。こちらは金のなる木ですね。こちらにもあげたいと思います。コウモリランにもあげたいと思います。これはエラワンですね。こぼれてしまいそうなので少しにします。感じで大丈夫だと思います。で、その下がクラマゴケですね。これにもあげたいと思います。これはもう空いてる場所がないので、もう入るところに入れていきます。アレカヤシですね。これはゴムの葉っぱを剪定した時に水に刺して根出ししたものになります。ただ水に入れるだけで簡単に根が生えてくるので、これ皆さんもおすすめです。これにもスプーン1杯与えたいと思います。スプーン1杯多いですね。半分ぐらいにしておきます。見えますかね、クロコダイルファーンがいるんですよ。クロコダイルファーンにもあげたいと思います。はい、ということでバルコニーへやってきました。主に開墾植物とアガベを育てています。みんな冬は休眠してしまうので、これからの成長期に向けて肥料を与えていきたいと思います。アガベは肥料が与えづらいです。乗っかっちゃったりします。ちょっと後で掃除します。このアデニウムは去年アブラムシがついてしまったので、このマガンプ D で対処できればなと思います。これはパキプスですね。これはグラキリスです。すごいいい匂い、すごくいい匂いしますね。ジャコウカエデですにブルボーサが着生されています。これ自力でこう根っこつかんで着生しています。それではマガンプ D を与え終わったので水やりをしたいと思います。開墾植物もアガベも水やりの頻度がかなり少ないので、週に1回ぐらいになるかなと思うんですが、はい、ということで全ての植物にマガンプ D を与えてきました。これでホヤデツースがマガンプ D を与えたものと与えてないものでどのぐらいの差が出るかだったり、開墾植物たちに虫がつくかつかないか、またどのぐらい成長するか、我が家のリビングからコバエは消えるのかどうか、そういったことを今後も配信していこうと思いますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。今見えている植物たちはラクマに出品していますので、ぜひ概要欄からラクマの方を見に来ていただければと思います。また今回紹介したマガンプ D とマガンプ K、これはブログの方でも紹介してますので、ぜひ概要欄のブログの方に遊びに来ていただければなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。